ああ、今回もやってまいりましょうか。バイオハウスファイブ。ボス連戦集をお届けしてまいりたいと思われます。ということで本日の先鋒はこの方。かの有名なゼイダラボッチ、もののけ姫、モーロットこの獅子神様でございます。ということで、今回は、ボスによっては、ある縛りをつけてやっていこうかなと思います。ちょっと時間制限のある変態野郎とか、なんか周りにも攻撃をしなかったらいつの間にかボコボコに古されてしまうとか、船ごと潰されちゃいますよっていう超巨大化ウイルス注入みたいなネジネジやっていうのも出てきたりするんで、いろんなね、ちょっと縛りプレイなんかをやりながら、ボスをね、いろいろとご紹介していきたいと思います。ということで、ウロボロスアルファちゃんでございます。とりあえず、燃えろー！あっちっちっち、あっちっちっち。燃えているのは関係ないみたいですね。私怖いので後ろに逃げて、めちゃめちゃ近づいてくるワン。あれ？逃げろ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 。ピッ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 、倒します。あれ、ちょっとなんかこいつ燃やしたらさ、あっちの限界ですの、助けてくださーいっていうのかなと思ったんだけど、そんなことはなかったんですね。さあ、ボス戦というか、全然解説でも動画でもなんでもないんですけど、とりあえずあれ、なんでシバお前攻撃しないんですかーって思われるかもしれませんが、なんとシバさん今回ですね、こんな感じで攻撃アイテム持っていません。こいつはただただ逃げることしかできないという残酷になれ。ちょ、待って、あれ、シバさん、シバさん、あなたがお亡くなりになるということは決して許されないボス。ガスボンベッチ。そう、ある種縛りプレイってのは、こいつがあれですね、ひたすらに攻撃をすることができないで、あーんと自らだけじゃなくて、私も回復してくれるこの優しい魂精神、オラ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 、頭がちぎれたんで、お前の負け。ちぎれポンチ。溶けてなくなる、お亡くなりっち。なんでお前は生きているんだ。さあ、体を取り込んで、完全に芝の後頭部をぶち抜きんこうしたんですけれども、とりあえずこの無限の MMMMM92F、 私が一番ハンドガンとして好きなタイピング、おしっぽポロリー。さあ、左腕がちぎれたところで右腕もちぎれて倒れてお亡くなり、今のうちに体を貫通。これ、金網越しにやっているんですが、金網越しにやると弾道がちょっとずつ右に左に左に左にってずれていくというところで、左曲がりチンコ、おしっこするときに横に揺れるって流れてしまう子は、ちょっとそれはシコティのしすぎかもしれない。あれ、どこ行った？現れてくる場所が近すぎて、私もびっくり魂痛いんです。燃やしてぽよぽよ。こいつ無理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 。助かった、ありがとうございます。そして回復薬の シェバさん、シェバアローマ、アローマシェバ、助かった、 Thank you so much。 さあ、さすがにもののけ姫、おっことぬし、獅子神様はやっぱりこの程度じゃやられないか。さあ、こい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 、さあ、いけ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 。お前の体力が尽きるか、俺の回復力が尽きるか、いきなり第一戦目でやられるは早い。まるでこれはなんだかよくわからない死神ぼっち。くらえ、燃えろ、あっちっちのち。くらっている間に燃やして燃やして、ファイヤーに、てって、やばい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 、よしよしよし。ちぎれて倒れて倒れているところに、さあ、股間マグナム、股間にマグナム、股間にお前なんかラグナムと十分なんですよ。マグナムじゃねえわ、これ完全になるハンディガン。ハンディガン、ハンディガン。燃えろ！あっちゅっちゅっちゅ、助かった、 Thank you so much！ ということで、燃えろっぴー。燃えろっぴーしている間に逃げるっち。なんか、ものすごいスピードでこっちに向かってくるんですよね。やっぱ早いよね。さあ、ということで、大腕をちぎってみせましょう。早い。まるで、張り詰めた弓の、オンチがバレちゃうよ。こっちにおいで。さあ、きっとこれで、そう、急い。さあ、あとは逃げ回っているだけでいいのです。さあ、こっちに、ダダ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 、突進。シェババンババンバン、ぽいぽい、腕がちぎれたところが痛いんです。さあ、こっちもちぎれて、頭もちぎれて、頭ちぎれて、普通死ぬんだよな。ピッコロみたいに生きてるんだよな。セルちゃんもね、なんちゃってって言ってるからさ、そろそろ、飽きてきたよ。そろそろもう、皆さん飽きてきているところなんですが、ハンドガンをどのくらいの段数をぶち込めばいいのかっていうところが、私も、皆目見当がつかないんです。逃げろ！お、攻撃すん！
インスサスフーチンアウンサンスー余計おしまいでございます。ということで第1戦なんと5分も時間がかかってしまいました。このままこのハンドガンでいったらこの先どのくらいやられるのかっていうのは私皆目見当がつかないんですが、お楽しみに。さあ第2戦はこの方でございます。ジェイソンさん、実は映画本編で一回もチェーンソーを使ったことがないのになぜか使ったことにされてしまっているかわいそうなキャラ設定、ダイナミックに入場してまいりました。そして今回なんですけれども、なんとですね、シバさんにきっちりと武器を与えております。さすがに何にもできないのはかわいそうかなと思ったから近接武器だけでも与えておこうということで、銃の扱い方が下手すぎるクリス、本当にお前フォレストと第一第二を争うほどの戦いを繰り広げることができたのか。そして後ろからいっぱい来ているのでこいつをバキュンとシビレートなアッパーカット、ちょ待っていっぱい来てるということで、道中拾った武器なら使ってもいいという謎のしきたりによりお前を爆死させてやるぜ。さあダイナミックからのダッチョーカット、さあひざまずけ、さあひざまずけ、お前はいつまでたってもクックショットゼロだの伝説テイテイ、あ死ぬんかい、ボケよ、ボケよ、残念でした。なんか変な。スコッピーやろ、スコッピー、スコッピー。ボス戦なのにね、余計な敵がいるせいでね、盛り上がりがね、半端なく欠けるというか、じゃあ拾った武器で、もう一丁、あ、やばい、イエーこれは、しびれごらー、麻痺って、攻撃力が鈍るんです。鈍るヘイブンで、お前かい、己が死にかけるんかい、よかった、持ってて、モンダミン。そしてまた再び食らう。やばいやばいやばい。キュキュキュ、逃げれない、危ない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 。ほんともう、バイオ RE5 でどこまでの AI がレベルアップしているのか。まあ、敵のレベルが上がっているっていうことを考慮して、もうちょっとね、強くなってっていただきたいですよね。あーちょ、いや、フックでボッコボコにしばき上げられた。ちゃっちゃっちゃ、あ。オッケー、第2入場も終了でございます。そしては第3入場に招待。さあ続いてはやってまいりました、変態紳士さんの通りですね。まあだいたい俺がねボス倒そうと思ったら全員変態紳士にするという傾向があまりにも強すぎるんだけど、まあとりあえずなんかコウモリってさ、お腹がなんかタルタルだったり、柔らかいものが出てきたりとか、そういうオチなのかな。で、まあ、こいつね、多分ね、今までいろんなさ、こう、バイオハザードの作品が出てきた中で、最高にドライビングテクニックがあると思うよ。うん。ね、こんなうまくさ、通路をさ、杖でさ、しかも身を挺して守ってさ、自身の命を落としながらもよ。落としながらも、こうやって、クリスたち、お前たちこの先に行かせないからなーっていう、この意志の現れ、命を落としてでもこう、どうしても、ここでなんとか食い止めたかったっていうことなんだけど、でも結局さ、こういうさ、なんだろう、下っ端たちに対してさ、ウェスカーの意図とかそういうのって伝わっているかどうかって言ったら微妙なところかもしれないから、まあ果たしてね、どうなんだろうってとこか、なんでじゃあクリスたちに対してこう攻撃的なのか、まあ外部の人間たちを排除しろよみたいな、こう、潜在的な意識を植え付けられてしまっているっていうことは、まあ考えられるのかなと思うけどね、まあバイオ4のさ、ガナオたちもそうだったわけじゃないですか、と言いながらさて、ムービーが始まっているところなので、一旦ですね、私お茶を飲みたいと思います。ごめん、間違えた。ブラックコーヒーだった。なんでお茶って言ったんだろうね。まあなんかね、さ、よくさ、俺も関西人だからさ、茶しばきましょうかとかってわけの分からへんさ、ナンパとかっていうのがさ、まあ昔あったわけじゃないですか。あれあれ、あ、しまった。これ。あ、ハンドガン無限になってる。あ、しまった。まあいいや。とりあえずハンドガン無限の呼吸っていうのがあるので、とりあえず、ふいー。やばいやばい、飛ぶんかーい。で、とりあえずこの最弱のハンドガン、この最弱のハンドガンで、あーらら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 。で、こいつをぶちのめすことができるのかっていうことで、いろいろ試してやっていきたいと思います。ちなみにですね、あーなんでなんでなんで、押した。こういうね、ど下手くそなプレイを、楽しみたい方はですね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら、この体感、なんだ。何が起こった今、爆発した。そしてなぜかなくなっている。あ、もしかして勝手に仕掛けてた、シェバーが。縛ってた、もしかして。違う、俺ね、100発入りのハンドゥーガンにして、じわじわ、おい。
ふいゆいゆいゆい。ちょちょちょ、帰ろうとすな、帰ろうとすな、帰ろうとすな。ふい、危ない。でね、最近ね、なんかアフリカ大陸の、ねえ、これ今回舞台になってるじゃないですか。バイオハザード5がさ、で、後ろの部分を狙うわよーって、あ、オッケー。現地調達で倒していこう。そう、こいつはね、感知式爆弾でジュドーンってなったところを、で、ドシュ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 ってやる。まあまあ、これが一番オーソドックスなやり方なんだけど、まあ顔面にね、顔面にハンドガンをぶち込むだけでも、まあまあダメージ与え切ることはできるから、まあ別に問題ないんだけど、これもしじゃなくて、ビリビリ言ってるってことさ、お前なんかやってたな。シバちゃんやってた。そう。で、アフリカ大陸、ガイガイぐる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 、回っております。そういうこともありえます。と言いながら、そんなはいいんだけど、これを重ねて、ラッキーラッキーラーと、どこ行った？顔。そう。縛って。発見！おい、残った！あ、こういうことか。なんか地震機かなんか起こしてって、何地震機？ゲーって、ちょっと、なんかこう、さっきからさ、QTE が超下手くそなんだけど。ああ、わかりました、お嬢様。はい。そんなわがままおっしゃらずに。ビリッといっちゃってください。ドゥーン、おねんねの時間です。ちょ、どんだけなんぼ仕掛けるつもりで。そう。で、ブラッドダイヤモンドっていう話、映画って皆さんご存知ですかね。レオナルド・ディカプリオさんが主人公のやつなんだけど、あれね、見たときに、そのアフリカが内紛を起こしながらも、ダイヤという鉱石をですね、獲得して、まあ、欧米諸国に売りさばいていくっていう、まあ、そういう話なんですけど、まあ、売りさばくために、アフリカのこの、もう避けがたい内戦とかっていうのが、あれなんだったっけ、1991年から2000年くらいまでなんかこう結構長引いた内紛、まあ、実話をこうなんか、描いたみたいな感じの話なんですけど、まあ、アフリカ生まれの白人男性と、黒人のね、アフリカ人の人が、こう、それぞれの目的、ダイヤモンドを手に入れるっていうのと、あと、なんか革命軍だとかって言ってる人たちから、自分の息子を守るっていう、あ、じゃあ自分の息子を取り返すっていうね、まあ、それぞれの目的に沿って仕方ないから協力してやるよっていうような、そういう描かれた話になるんですけど、おい、はい、飛んでた。お、これくらい。どういった？YB 押したけど何の反応もなかったよ。だい、いや、ちょ、高すぎ、よいしょー。さあ、降りておいで。そろそろ、あれ、ちょ、待って、めっちゃ飛んでますやん。ずっと飛んでへん、こいつ。ちょ。めっちゃ飛びますやん。あれ？なんか、飛んでた？こいつバグ？降りてきた。さあ、着地のお時間です。え？終わったー！はい。まあ、要はさ、いろんなさ、この間コーヒーの話とかもどっかでしたかもしんないですけどさ、アフリカで取れるものっていうのは基本的に欧米諸国がさ、とんでもない金額で買い叩いてさ、例えばまあ、100円のものを手に入れたってなったら、0.08 円とか 0.0005 円とか、そうさ、そういうものしかアフリカの人たち手元に残らないですっていう、そういうね、まあ、恐ろしい話があったりとかするわけなんですよね。はい。だからそういった、まあ、真実がありながらも、我々がこういった豊かな生活をできるっていうのは、そういう人たちの下支えがあるからこそだっていう、この感謝の気持ちを忘れないようにしながら、はい、この2の2、コウモリブッス、変態紳士さんを、とりあえず撃破ということで、続いてのボスにやってまいりましょう。では、いたか。はい、続いてのボスはこの方でございますね。ハデスだよ。あれなんかヘラクレスに、ヘラクレスじゃねえ、ヘラクロスはあれか、あれもうなんかわかんなくなりました。まあ、とりあえずあれですね、まあ、でっかーいやつです。でっかくてなんかプロレスラー体質のやつですね。はい、ということでございますんで、まあそんなやつがですね、もう本当にこのバイオハザード5の中で一番大嫌いな募集なんですよね。まあ一番大嫌いなっていうか、まあ一番大嫌いなんですよ。うん。まあギリギリ、そのベテランまでだったらなんとかクリアできるんじゃありませんかっていうところなんだけど、まあ、プロフェッショナルになったら、こいつだけで多分ね、20回、30回くらいね、弟と一緒にやった時にね、ボッコボッコにされたんですよ。あ、弟とね、バイオハザード5のね、クリア動画っていうのを、クリア動画って、まあ、キャッキャイチャイチャしてるね、まあ、男同士なんだけど、してる動画がね、一応上げてることはありますんで、ぜひね、そちら、もう去年の11月、12月と、
あと今年の3月、4月くらいだったかなに、うん、ちょっとね、あの間が空いたんだけど、まあ弟もね、あの自分の人生がある中でさ、あの兄貴だけがさ、儲かるさ、YouTube チャンネルに協力するなんてさ、まあできた、あれですよ。おー、見えた、おまんちゅう、ありがとうございます、ごちそうさまです。まあそんなことはどうでもいいんだけど、そう。で、そんなこと言いながらもうね、このムービーだけでもう2分くらい経ちそうだなってところなんだけどね、はい。まあもちろんね、弟ね、僕はこの YouTube でね、あのおかげさまで、あの収益を得させていただいておりますが、弟には弟にでね、ちゃんとね、あの兄貴としてね、あのいろいろご馳走したりとかっていうのをやってるから。でたたたたたたた。さあ、お覚悟せいや、ジェームス・ワークス、始祖ウイルス、T ウイルスの開発に成功、78年の出来事でございました。あたた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 たやばいー、なんか下からニョロリンチョーと思うじゃん。あ、違う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 やつまで爆発しちゃった。あー、でもまあ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 いいや、死滅したから来るな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 、そんな胸筋の生え方やめてー、危ね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 ー、また足か、このくっせー、汚ねー足が。だから出てくんの早いって、早い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 、やばい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 。あれ、クラウツさん、普通は一撃で死ぬはずなのよ。よっしゃ、来たー、おら、そこのぶら下げている、なんかよくわからないよ、チップみたいなやつ、背中からも腰からも生やしやがって、この全力集中、全集中、フルチンの呼吸、陣の肩、あてたた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 、通称ゴリラマックス、オッケー。来てないな、来てないな。でね、次ね、岩が来た場合のさ、その、あれ、そういえばさ、なんかさ、えっ、てので、ワッツ、What? Why? Don't you? Why? これ来た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 、ピー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 、オーバーヒット、オーバーヒット、やべ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 、空踏まれるよね、ごめん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 、シバちゃん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 、シバちゃん、そうか、これあれか、シバシバアローマじゃ届かないからあれなのか。てかこいつらさ、なんであのジモッティだからって言ってさ倒されるんだ。うおー、様子がおかしい。いや、もうあの初めからの様子どころか見た目がおかしいから安心して、オッケー、タタ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 、一個も壊れ、しゃがむ、危ない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 、こいつもでもやっぱ知能指数がバカなんだろうな、バーカチーンなんだろうな。だってさ、普通に車潰しちゃさ、こいつ勝てるのにさ、なかなか車を潰しにかかってこないっていうところは、あ、もしかしたら実は優しいの。お前らは優しくない、全然お前ら優しくない、ふんふんぬるばーってか、お前この野郎クリカンか、この野郎クリカンはあれだ、ルパン三世、危ない、そんな大振りしてたら危ないでやんすよ、おら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 、ういーもいちょー、お前はジャイアンか、この野郎、おーい、やべえ、あれを振り回す、振り下ろされたら一体どれほどのダメージ分、甘い、 YB でも来ない限り私に食らうことはないのです、シューバーアドバちゃん、オッケー、顔を打てばオッケーオッケー、さあ出てこい、フルチンの呼吸、陣の方来たな、バリコや宮古島であれだけプールで暴れ腐りやがって羨ましいぞ、俺だって7泊8日でば痛い、なんか端っこの、あれまだ死なない、お前かこの野郎、この野郎、飛んでけ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 、おしゃ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 、でね、これ何がめんどくさいってさ、あのフルチンの呼吸になった後にさ、じゃあフルチンの呼吸にするまでがめんどくせんだよ、もうさっそニュルニュル出せっちゅうねって言って、ほんとにもう顔がぶっ細工やな、お前は、ほら出てきた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 、ニュルニュルっとニュルニュルっと出てきた出てきた出てきた、4つ、ソチンの呼吸ですね、オッケー、行きましょうか、さあかかってこいや、どすこい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 、こういうのはさ、なんかさ、別になんかあの何かをこう一点集中するとか、そういうことは別にしない、くさ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 く、水虫だらけの足あられ、ということで、おい、じゃあ足をバイ、これ食らったか、食らったのか、食らってんのか、食らってないのか、食らってんのか、よくわかんないわかんない、よし、オッケーオッケーオッケー、行こう行こう行こう、また生えてきてやがる、右側からザコッティが生えてきてやがる、オッケー、バカッティ、オッケー、シュ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 、チカ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 チ、ニュルッと入ってくんじゃねえよ、ニュルッと、もうザコ虫、ザコ虫、虫虫虫虫、やいやい、虫さ、どんな気持ちいいね、今どんな気持ちいい、さあ最後の陣の方いってるじゃねえか、おらっしゃー、終了のお知らせー。
ごちそうさまでございました。お休みの時間です。ぐっすり寝んねしな。ということで次のコースでお会いしような、みんな。バイキン。よい。はあ、やってきたぜ。こいつこそが変態紳士っていうか、おーはい。いやー、まあ、本編をやってる時にも話したことがあるかもしれないけどさ、いろんなバイオハザードのキャラがいる中でさ、こうなんか、サイズ感と、こう、ボッキュボン具合の、なんかその、なんだろうな、こう、本当にスタイリッシューみたいな感じで言ったら、まあ、シェバがナンバーワンなんじゃないかなと思ったりするんですけどね、アマゾネスの格好をしてる時の、シェーブレアローマの格好がマジでね、なんかアマゾネスの格好をしてる時のシェバローマの格好があって、もう日本語がクソみたいになってるよね。まあ、ベラベラ喋ってるって、そう。なんかさ、僕もさ、今ミニバスのコーチなんかもやったりとかしてるんですけどね、うん。まあ、サブコーチっていうところでメインはね、ものすごく、もうなんか、やばい実践経験をお積みのね、素晴らしいコーチの方がいらっしゃるんですけど、その方、と、まあ、2時間ね、週に1回教えたりとかしてるんですけど、30分とか1時間とか、まあ、任せてもらいながらね、やったりとかしてるんですけど、やっぱね、なんかね、言語化俺下手くそだなと思ったもんね。なんだろう、その、バスケの知識とか経験量っていうところの圧倒的な差っていうのがあるんだけど、まあ、それを埋めきれないくらい、なんか俺って改めて喋ってみたら言語化って下手くそな人間なんだなっていう、ものすごいね、なんか反省した。うん。だからやっぱり、営業をやってる身からして、なんか、ありがたいことに営業として一応ね、ある程度の成績とか関係構築みたいなことは、まあ、客観的に見たときには上手だっていうふうによく言われるんだけど、こうなんか自分自身の実力をちゃんと押し測れてるかっていうことを振り返ってみたときに、まあ、残念ながら自分自身は、まあ、そんなに喋るの実は得意じゃない、得意かどうかじゃなくて、あれだな、うまいか下手かって言ったら、大したことねえなっていう、まあ、残念なお知らせっていうことに気づいたんで、まあ、そういうことがね、怒り狂ってこいつがうぎゃーってなっているっていうことで、変態紳士が本当の変態になっていくってね。で、変態といってもあれですよ、なんかね、こう、無知、よくわかんない仮面をかぶって、で、バニーちゃんのなんか被り物をなんか頭にして、で、お尻叩きながら、ペチペチムチで叩きながら、なんかキャンドルアローマをやって、えいへいとか言ってる、そういう変態の意味じゃなくてね、進化っていう意味の変態だからね。さあ、やっていこうかこいつで何体目のボスだ？あ、ニュル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 。先っちょだけ入れてもいいですかっていう感じで来たら、いや、完全に奥まで挿入してこようとしてきているタコライスが来たの、タコライスと言ったら、沖縄宮古島ようこそいらっしゃいます、奥までいる。なんかもうあれだね、これね、先っちょがさ、いっぱいニュル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 してさ、相手がやったらさ、まあ、なんかクリちゃんとさ、もう言っちゃいけないからさ、なんかマロンとリスちゃん、みたいな感じだよね、もうあいつ自身がね。そうか、だからそこを刺激すると、果て切っちゃうっていうところなのかもしれないですね。ということで、15年間のコールドスリープ。ということで、まずはこっちかな。さあ、行こうか。発射準備オーライト。当たりましぇん。そう。で、ここに来るまでがね、結構なね、大変なあれだったから、やっぱ、アーローマちゃんが、なんか普通に、なんだ。ほい。オッケー。そう。もうね、なんかね、ちょっとしたね、その、なんか対戦系というかさ、なんか、ざっこいさ、ハンドガンでさ、さっきもさ、チュンチュンやってるとかしてたけどさ、それやっぱさ、なんか、だらだらさ、こうさ、たくさんのボスをまとめて見せられてる身からするとさ、もうさっさとやっちまえよっていうね、そういうあれだよね、もう、当たんねえし、全然当たんねえし。発射準備オーライ、沈んでいかない？これあれ、外皮、そのウルトラマン太郎になっているところじゃなくて、外皮を普通に、お前食らうんかい？にしとんの？外れてる。で、今度逆方向来るかな？そう、B で渡しとく。あなたが使いたい時に使いなさい。だってあなたの魂だもの。よいしょ。なんかめちゃめちゃ食らってる。オッケー、沈んでた。これでどうなる？後ろから来るか？後ろ？違う。どうに来る？来たー！タコライス。なんかさ、ゼルダの伝説のスカイボードソードにもさ、なんかこんな感じ、おっきいやついたよね。ということで、ダダ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 ダ
戦えや、自分で戦ってくれましぇん、自分で戦って、ちょ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 
何しん何しん。おお。いやいや、あ、頼むってやんない、頼ん、やってくれないの。むなし。お前いつまでマロンリス出してんの、お前マロンリス。そのところ違うな、これはあの明らかに男だからのどちんこってやつやな。ちんこのが甘いですと食われた。ちょ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 、よし行くぜ。さあ生やしてこい、生やしライスソース。おらうるけいね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 じゃあまともな戦い方でいきましょうか。はーっしゃーだだだだだ、あ、またた、あーだだ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 だ、北斗の剣を式、あーだだ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 、オッケー、終了でございます。食べ過ぎ注意、ゲロッケーのタイム。喉チンコ排出のお知らせ。明らかに落ちてるポイントがなんかあれだよね、なんか、え、そこなのみたいな感じの場所だよね。この船をもってして、そっか、で、あれだよね、この船じゃなくてさ、なんかよくわかんない、その小さいボートで来たじゃないですか、あのオバマ大統領第一入場してきてさ、うん、この船の中には結局なんかこう手がかりというか、そういう証拠的なやつは残念ながら見つかることができませんでしたっていうことで乗り捨てて沈めたっていうことなのかもしれないね。なんかあの自分の船の方向に向けたのロケットランチャーをチュドンチュドンとかしたらさ、なんかそんな感じで行けたりするじゃないですか。ということでダラッと喋ってね、でさっさと次行けっていう話がすごい耳から聞こえてくるんで、一旦こちらで中途半端だけどカットします。おかえり変態紳士ちゃん、お前のことを谷のな風のなららららららら、ら、ら、全然思ってたことが言えなくてもびっくりしてるんだけど、はい、とりあえずね、帰ってきた風の谷のナオシカちゃんをボッコボッコにしばき上げるタイム、調達したグレネードパンチは全弾をお見舞いしてやるぜ。あれダメだったみたいな。でもなんかめっちゃ苦しんでる、かわいそう。からあなたにとどめを刺してあげましょう。これはボスとして監査していいのか。レックス、アニカニパニックへようこそ。皆さんが美味しいと思うカニは一体何ですか。越前タラバ、ズワイニ、ケガニ、セコイガニもあったりするよね。まあなんだかんだ結局私は美味しい美味しいカニ味噌を食べることができればなんだっていいんだけど、ということで、さあなぜかソフトオンデマンドに触れていたクリス、ご指名の女の子のところへ向かうと思っていた。今もソフトオンデマンドって言わないんだよな、今あの FANZA パンザーっていうのがあるんですけど、さあということでこれで吹っ飛ばされてしまうと即刻ゲームオーバーになっちゃうので、今日注意くださいませ。さあお前の体力が上か、俺の弾薬数が上か、さあこの勝ちでさあ行こうか。調達してきた武器を改めて使っていく。ありがとうお回復、お回復って仕方ないんだけど、こう柔らかいところダダダダダダダ、ちょちょちょ、逃げるなし逃げるなし、下手くそ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 、ちょ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 、譲ってさあ何もすることができない女の子がいる。うわ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 、あ、じゃあやばいやばいやばい、よい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 よ、甘いですね甘いですね、あーまあ甘ちゃんですね。さあカニ味噌タイムでございます。ゴーゴーゴー、なんだ、渡された、とりあえず渡されたから、これ俺しか無理なの。あれシュバアフォーマーのこのなんかムービーシーンとかっていうのは残念ながらカニ味噌タイムはお作りすることができませんってか、カニのお作り、よいしょガチャンと、おら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 、おいでいい、さっきも喋ったけどブラッドダイヤモンドで出てくる RUF のこの AK-47 を使いまくってたな、そういえばな。あれもなかなかね、残酷な天使のテーゼの映画でさ、あの子供にねマシンガン持たせて、そうでね大人をね殺させていくっていう、なんともねもう恐ろしすぎる映画だったんですよね。 AK-47 をもうそれこそね10歳前後の男のとことかに持たせて、でそれをねそれを使ってね、なんか同じアフリカ人たちを抹殺していくみたいなさ、そういうくっそ恐ろしい映画だったんですよ。でまあ映画の中だけだとその RUF っていう革命軍の方だけを
こうやってたみたいなんだっけ。あーちょっと拾うボタンが出てこなかった。拾うボタンで、ちょこれさ大丈夫、このさ真ん中のさこの円盤がさなんかあの普通に沈められるとかそういうオチにならないんですかね。ね、でさ、さっきのボスやってる時にさ、いやもうそのハンドガンだけを使ってとかそういうだるいこととかやったらさ、もう見てる方がだれるよねみたいなこと言ってたのに、結局ハンドガンを使ってなんか貶めてやろうかってそんな気分になっちゃってるんでね。ということでさっさと入れて、なんだほいさあ、でもこの結局あの買ったやつもあるのかな、なんか 0.1 とかそういうのしか食らわないとかそういううちになってくるのかな。ということで、いてー、なんでお前出てこねえのかよ、キューティー。ちょっと待って、その柔らかいところ登っていくやつ、柔らかいところをあなたのこんなサイズで、うおー、なんだ、あ、これか。はい、避けましょう。残念でした。お前ごときが俺にダメージを与えることなどできないんですよね。さあ、どこ行った。でもさっきからもゴリゴリダメージ与えられまくってるんだけど、果たしてカーブ量ってなんだ、カーブ量足りるのか。さあ、またおまんまタイムですね。メスなんだろうけど、あなたの口におまんま、おしまい。これだけのダメージを与え切ることがで、あれ、まだカニ味噌が、まだカニ味噌が取れるってことですね。あそこを攻撃、あそこだとそんなスケベなこと言って、そんなギャーとかって言っちゃったらさ、ふいう残念でした。なぜか後ろを向くスタイルだけど、アマちゃんでございますね。能年レナ、今はノンノンで、あ、自ら沈んでいった。なんだ、ちょっとなんか、あまり見たことのないパターンをこう味わわされてる感じがするんだけど、さあ行こうか、えい、地震雷火事をやじ、マグニチュード 7.9。 果たして震度はどのくらいなのか。近いし、やばい、これ見てる方からしてる、見てる方、プレイしてる方からしたらもうゲロゲロタイムだけどな。いやー、臭いからいい、なんかいろいろ言ってる。今日は結局勘なの、何なの、痛い、ありがとうございます、ごちそうさまですよ。ということで、さあ、美味しかったですか、ピーナッツ爆弾。流儀王に出てくるのはパイナップル爆弾。結局あいつの使い方よくわからないまま年を30過ぎてしまったおじさんです。またね。